視界の右端。それは途中まで読んだ物語の続きのようなのだ。先輩みたいな男が若くもない美女と会話している。ここから遠くもない、ほんのすぐ近くで。彼女は半裸というかほとんど裸である。布テープのようなものが一部に貼ってあるだけ。彼女は腹が出ていたり、ちょっと締まりがない。こんなんでここんとここんなにしてるだけ。甘いに露骨な気がして会話に入ることができない。視界の右端でチラチラ覗くのが関の山だ。そこに後輩みたいな男が彼らの真正面に藪から棒を持って現れたように顔を出す。あまりに恥じらいのない彼女の姿に呆れ果てた表情。ああ、堂々と正面から見ることができる位置で、なんとも羨ましいな、などと思う。